こんにちは、皆さん。今日、一応や中継の発表を話します。エチオピアは、エチオピア陸、と成田からエチオピアンエアライン飛行機は一週間に三回ありますから便利です。でもエチオピアは面白いです。どうしてエチオピアは食を見に近いことがありません。でも、とてもユニーク国です。グローバリゼーションもありませんから、たくさんユニーク料理と文化といろいろなたくさんユニークなものあります。でも、この発表の時間、短いですから、大切なものだけが話します。はい、これはエチオピアです。この大きいコンティネントはアフリカです。アフリカに東にあります。近くにこのソマリア、ケニア、新しい国、南スーダン、スーダン、エリトリア、ダウイト、サンス、国。この近くはセネガル、タマグサンス国あります。このサウジアラビア、イエメン、このホットリージョン、世界のホットリージョンです。たくさんのもの、この近くします。でも、歴史も古い歴史、この近くあります。一番古いのシビライゼーションはこの近くですから、エチオピアもたくさん。でもこのはエチオピアのブランドです。トゥリズムのブランドです。ランドオフオリジンで、エチオピアの政府のブランドです。でも日本語で意味すると難しいですから、どうもすみません。どうしてエチオピアのオリジン一番エチオピア、コーヒーはエチオピアから、来ました。このところは、初めてコーヒーのところです。この場所の名前はカッファです。今、コーヒー、カフェ、いろいろなカフェ、名前はこのところから来ました。カッファ。でも、ナチュラルモリです。ナチュラルコーヒーモリです。このコーヒーはとても高いですから、ミスします。いろいろなコーヒーと、これで一番古いコーヒーの木があります。コーヒーの母と英雄です。フリーの話は、ここで、エチオピア人、名前はカルディという、僕人、いました。1500年前でした。でも、その、ある日、このヨギは、新しい木から食べました。でも、それからワクワクをしました。はい、それからカルディもその木の実を持ってから教会の人にあげました。でも、教官に人は好きないでした。どうして、ドラッグと思いました。それから、でも、木に入りました。
でも日本語の用意は面白い方です。それからコーヒー、皆さんコーヒー読みました。でもこの有名な話です。いろいろな古茶店、今は名前はカルディコーヒー古茶店です。この話から来ました。でも中華で皆さんのうちでコーヒーセレモニーあります。参拝と参拝コーヒー飲みます。毎日飲みます。家族と一緒に話して飲みます。面白いです。大切なセレモニーです。お茶のセレモニーはこの話です。でも、エチオピアランドオリジナル2番は、この人間の化石は、たくさんエチオピアで so, これは有名な名前はルシ、ルシです。有名な化石、人間の化石です。ところの名前はアワシ、アワシバリです。アワシバリは、初めて、人が、歩いていきます。足と歩いていきますところですから、有名なところです。たくさん人間の、化石であります。世界遺産のところです。そのもオリジナルナイル、ブルーナイル川です。ナイル川は、一番、世界の長い川ですから、でも大切川です。どうしてこのは古いのシビライゼーション、エジプトのシビライゼーションがあります。このところはデザートところですから、ここはたくさん山あります。でも ここで雨が降っていますから、でも何もありません。でも川の水は、いけますから、ここで、エジプトは、古いのエジプト人は、ここで、神さんと、いますと思いました。有名なアスリートありますわ。ここはアブ・ビキラです。日本で有名なです。フリーのオリンピックでマラソン走りました。でもエチオピアにユニークなアルファベットとカレンダーと時間もあります。ここはエチオピアのアルファベットです。フリーのアルファベットです。今も毎日つけます。ひらがなと同じです。1G、1シラブありますから。このもエチオピアのカレンダーです。今、エチオピアで、エチオピアカレンダーは11月24日、2009年です。はい、今日。でも、エチオピアに行ったら4年若くなります。はい。でも一般時間も午後6時に一般時は0時始まります。So,
7時午後7時は、エチオピアで、午後7時です。日、来ますから、1時。便利です。はい。ユーロに、this one was、すみません、この5000でした。 ユーロ7時午後はジャパンに1時午後です。ユーロは1から12まで、ですから便利です。文化も音楽もユニークです。 このエチオピアの漫画です。教会の漫画と同じです。このは1500年前、書きました。はい、音楽もユニークです。エチオピアに 音楽のノートあります。違いのノートあります。料理もユニークな料理あります。ここはエチオピアとエリトリアだけあります。 私は、ホームシックです。今、んじゃら食べたり、帰りたいです。<笑><笑>このはいろいろな食べ物あります。この場合です。この、牛肉、ロー牛肉です。ロー牛肉も有名な食べ物です。ロー牛肉。ロー牛肉。はい。 いろいろなこのジンジャラです。この料理は100%ベジタリアンです。ベジタリアンですから、エチオピアはパラダイスです。エチオピアは多い国のフェデレーションです。83言語あります。 いろいろな銀行ありますから、ナショナル銀行ありません。いろいろなところたくさん銀行を作ります。建築はいろいろな建築あります。これは一番古いの建築です。 2000、3000年前ぐらいで作りました。これも2000、これも古いイスラミック町です。有名なです。世界遺産、たくさん世界遺産ある。 はい、エチオピアで、はい、全部、20世界遺産あります。20世界遺産あります。まだ一番、古い、建築は世界遺産、ありません。<笑>これは世界遺産マップですから、お金がたくさんありますから、たくさん世界遺産あります。 ヨーロッパ、日本も、中国も、そういうエチオピアで大切はここですから、はい、これはアクソンです。これは地下の部屋です。 これは、石から作りました。
自由に教会があります。歩いて地下に歩きます。とても面白いです。ポケモン中に橋もあります。ここは中に部屋です。ここは休みに。はい、休みの日です。はい、ここは見えます。ここ行くね、この近くに歩いて地下に出てきます。でも近くにから見えません。はい。大切ですから、たくさんはありますから、見えますが大切です。どうもありがとう。